こんにちは、エモちゃんズです。今日はついにルームツアーをします。今回ルームツアー撮ろうと思ったのが、ルームツアー見てみたいですっていうのをなんかちょくちょくいただいてたので、撮ってみようかな。初めて撮ることにしました。築11年ぐらいの賃貸マンションがあって、3LDK の部屋です。はい、早速紹介していきます。レッツゴー。はい、ではまずリビングからです。リビングがここからここまでで、本当はこの仕切りで部屋閉めれるんですけど、1個の部屋と合体してちょっと広く使ってます。まずはソファーです。これはニトリで買いました。前の家からだから5、6年前。5、6年前。サッシーが YouTube で使ってるソファーがあるみたいで、それに似てるみたいです。クッション2個置いてて、カバーは多分シーンで500円くらいで買いました。机です。楽天で買って、なんか残り1個みたいな感じでゲットしたものです。ちゃんと木で作られているでっかい机に憧れていて置いたんですけど、ちょっとこの部屋にはちょっと大きかったですね。正直何をこの机の上に置けたかっていうのはあんまり記憶がない。ルイちゃんがいるからさ、この上に何かコップとか置くっていう選択肢がないよね。でも置いてあるだけでおしゃれだしね。はい、次はダイニングチェアです。これもニトリで買いました。5、6年使ってます。4人もいないけど、2人並んでテレビ見てね、ご飯食べたりするから、人が来る時ぐらいだよね。そう、まあ4人席あってここも使えるし、はい、ういちゃんのベビーチェアというか、なんていうサイベックスで買いました。あとはここに乗ってもらって立たないようにっていうベルトがあるんですけど、正直使わないね。そのデザインが可愛いなと。この白とさ、木の色が組み合わさったものがあまりなかったから、色味は好きです。気に入ってます。じゃあお菓子のとこに連れてくる。我が家のもんちゃんです。もんちゃん、なんでもんちゃんって決めたんだっけ。モンステラーだから、もんちゃん単純すぎて。どこで買ったっけ、あのお店の名前なんだっけ。この葉っぱが4枚ぐらいだったのに、めちゃくちゃ成長して、しかもなんかめっちゃ広がる。最近支柱買ったのでつけてあげようと思います。育てやすいらしいよ、モンステラは。そうだ、うん、かわいいね。こちらの観葉植物は実は偽物です。父ちゃんがね、独身時代、一人暮らしか、外人の一人暮らしの時かな。どこで買った。ニトリ。ニトリなの。なんかニトリの紹介みたいになってきた。ニトリラバー。全然これ偽物に見えないね。これフェイクグリーンっていうやつ。元気に育ってます。育ったよね。適当なこと言う。これは加湿器です。そうちゃんとだいぶ揉めて、インテリア邪魔しないのがいいって私が言って、これになりました。そうちゃんは機能性とかさ、大きいの楽天かアマゾンで買いました。で、テレビボードです。この家に引っ越してきた時に買ったかな、3年前ぐらいに買いました。これもなんかこの木目調の感じがめっちゃ可愛くて、これと合わせたんやろ。そうね、これはローウヤっていうオンラインショップで買いました。ローウヤはめっちゃ可愛いんで、いろいろ買いましたね。このテレビボードにいっぱいゆいちゃん登ったね。まだ登ってる。結婚式の時にね、これ使って IKEA で買って、正方形の写真はアルバス、うん、毎月写真注文してたんですけど、1年前で泊まってます。マジで夏じゃん。そろそろね、ハワイに行った時に買いたいなと思ってんだけど、かわいい。これいい写真だよね。はい、以上をリビングです。こっち行きます。はい、この部屋はルイちゃんの遊ぶ場所と私の仕事のスペースです。まずはこれホワイトボード、楽天で買いました。ホワイトボード育児っていうのが流行って、毎日日付を書いてあげたり
天気今日が晴れだねとか書いてあげるといいみたいなあったんですけど、うまく綺麗に書けないのでいつも真っ白です。でも最近ゆいちゃんめっちゃお絵描きするよ。やっと活躍しています。はい、これは本棚です。これも楽天で買いました。こだわりは木の色味と白が混ざっている家具。ゆいちゃんが本を自分で取れる高さがいいなと思ったのと、この下のスペースにも他のおもちゃを収納できるといいなと思っていて、ゆいちゃんが一時期ハマった初めての図鑑です。ペンでタッチすると救急車とかピーポーピーポーって言ってくれたりします。今後もね、活躍しそう。で、今のゆいちゃんのお気に入りの本はパンドラも動物どこ。だるまさんがもう読めるよ。あ、読めるだろ。あ、これハワイで買った英語の本、いい読めるよ。いい、基本全部いけるよ。ほんと？ほんとにほんとに英語好きだよね、最近。あとはこれ、なんかこまごましたやつが入ってんやけど、これも IKEA で買いました。色邪魔しない感じが可愛くてさ、当初はさ買ってテンション上がってたんだけど、すぐ使えない正直今は全然使ってない。今は夏だからそんなかもしれないけど、そう、上着系とかさ。確かに上着系は今後ここにかけてもいいかも。はい、このマットは俺のトレーニングマットふいちゃんのジョイントマットです。楽天で買いました。結構ふいちゃん若めの時にここで遊んでもらって厚みが良かったよね。ひっくり返っても全然安心。ふいちゃんの部屋おしまいです。はい、次は私の仕事部屋です。この机はそうちゃんから譲ってもらって、どこで買ったの？覚えてない、それIKEA でしょ。で、これもそうちゃんに譲ってもらって、Amazon で買ったんだっけ。在宅多いからね、あのコロナの時がフルリモートで、私もそうちゃんも大変だったな、あの時はな。ずっと家で仕事してたから、これはあってよかったです。ちょっとアンパク感はすごいけど、ちょ、最近うちが買った椅子かわいくない？絶対ラタンが良くて、で、かつクッション性があるやつが絶対良くて、キャスター、キャスター付きっていうのがラタンであまりないんで、楽天で見つけちゃって買いました。多分あまり持ってる人いないんじゃないですかね。あまり思った以上にここオレンジやったけど、後ろ姿が可愛い。で、これがバルミューダのランタン、可愛いね。これ夜さ、YouTube 編集するやん、この明かりで。それキャンプ用だからね。知ってる。でもこの明かりがさ、オレンジの、落ち着くやん。落ち着きながら YouTube 編集してます。これ結構うちは気に入ってる、世界地図。俺それ学生の時なのか。あ、そうなんだ。どこで買ったの？ニトリ。そうなのすごっ。これもニトリ？これもニトリ。すごいニトリ。なんかさ、遠目で映った時さ、おしゃれに見えるんだよ。はい、以上、この部屋です。ルイちゃん、ベルの真似してあ、じゃあ入ってないよ、絶対入らない。おー、上手。前に投げられるようになったね、しっかりね。しかも2個。キッチン行きます。ここがキッチンで、ここがカウンター。カウンター無駄にでかいよな、ほんと。ここってでかい、何でも物置いちゃうからさ、よくないよね。これはセブ購入品の時に紹介した、これもフェイクグリーン。これ生きてないんですけど、とりあえず水入れてなんだっけな、あの名前、枝みたいなやつ。あれは本当は買いたいんだけど、フェイクグリーンでもあったんで。これが世話する植物が増えるだけだから。でもやっぱあっちのが素敵やな。育てる余裕ができたら買います。パナソニック、大きいパナソニックです。でかわいい、これお宮参りの撮影の時、これがトースターバルミューダ。これは何だろう、日立のレンジ、電子レンジです。これをバルミューダに変えるのが夢ですこれね、これもテムで買ったんやけど、これをカチャってすると、これ白
始まるんです。ゆかりちゃんがすぐここ開けて食器なんですけど触って遊ぶんでついにつけました。107円で買えるんで おすすめです。結構前に買ったベルのおしっこシートとウイちゃんのおむつをここに入れて匂いをなくしてもらってます。キッチン終了、次はベッドルーム行きます。ベッドルームです。ベルどこにでもいる。これはセミダブルのベッドを2つくっつけて大きくしました。もともとベッドだったんですけど、ウイちゃん落ちた時危ないんで、スナッコね、このスナッコの上にマットです。このスナッコも楽天で買いました。2個つながっている状態です。ベルも一緒に寝てるから広くない。あの目覚ましの時間になると、まあ、小鳥の声も聞こえるっちゃ聞こえるけど、まあ、メインは音じゃなくて光で見られるっていう。太陽光の光っぽくなるんでしょ。これがじわーってね、朝どんどん明るくなってくる。人間ってなんか音とかの目覚ましの音とかで起きるよりも太陽光で起きる方がストレスがないし気持ちよく起きれるっていうので、本当だよと思って買ったら本当だった。これは本当におすすめ。あとウィーちゃんがさ、昔さ夜泣きがすごかった時さとか、ミルクをあげないといけない、これ便利やったんですよ。これにも使えた。ベッドルームの紹介にした。これダイソンはいい？いいよ。はい、以上ルームツアーでした。参考になりましたでしょうか？3LDK なのであと1部屋があったり、あのお風呂とか廊下あるんですけど、今回はここまでの紹介にしようと思います。今回あのいろいろ紹介した家具たちは分かるものは詳細に貼っておきます。で、楽天で買ったものは楽天ルームに載ってるので、ぜひそちらからご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。あ、切るの？Cause you were all I ever saw.